8月16日金曜日朝5時42分のホームポイントは風が回ってますね。ここに来た時は、あ、今も前から吹いてるのかな。オンショア、カメラのスイッチ入れた時はオフショア、背後から吹いてましたが、今サイドオフ、左後ろから吹いてますね。風が回ってますね。ホームポイントの右も今はオフショアですね。背後から風が吹いています。いい感じのうねりが入りますが、インサイドからショアブレイクですね。セット感が長いけれど、待てばロングとかならテイクオフできそうな位置からブレイクしますね。気温は27度ぐらいですね。風は基本サイドオフなのかな、左後ろから今やや強めに吹いてますね。セット感がとても長く乗れそうな波がミドル付近からブレイクすることもありますが、基本うねりのみですね。まあここがこれなら他で乗れるポイントは近場でもありそうですね。